マクドネル山脈はオーストラリア大陸中央部にある山脈でオーストラリア連邦ノーザンテリトリーの南部を東西に伸びる。マクドネル山脈の位置、マクドネル山脈はオーストラリア中部の砂漠地帯にある山脈で標高はさほど高くなく緩やかな丘の部分と険しい渓谷の部分に分かれ中でも険しい部分がアリゾナのグランドキャニオンに似ていることから オーストラリアのグランドキャニオンと呼ばれることもある。この山脈の幅は非常に広く、地形としては山脈よりも単なる山地に近い。この山脈を大きく西マクドネル山脈と東マクドネル山脈の二つに分けることができ、規模は西マクドネル山脈の方が大きい。山脈やその近辺には国立公園が点在し、交通も発達しているため、 西マクドネル山脈を中心に多くの観光客が訪れ、ウルルと並ぶアウトバックを代表する観光名所となっている。水源がいくつもあり、昔から周辺地域に比べ住みやすい環境であり、オーストラリアの先住民の文化の中心地であったと、共に同州の州都であるダーウィンやアデレードなどの宴会の都市部から隔絶しているため、現在に至って古代からのアボリジニ文化が根付いている。 また、西マクドネイル山脈の西部は、アボリジナルランドであり、立ち入り禁止となっている。この地域には40ほどの希少種の生物、主に植物が生息しているとされ、マクドネイル素欠などの数少ない原産種もある。主な産業は特殊な地形を生かした観光業となっているが、ゴールドラッシュ時の名残として、工業も営まれている。ブルフ山とその周辺アリススプリングスと、 マクドネル山脈数万年前からこの地域にはオーストラリア中部の先住民のアボリジニが住んでおり、その先住民の間では 200km ほど南西に離れたレッドセンターの地下からイエペレインイエという巨大なイモムシがこの世界に来て、そのイモムシがこのマクドネル山脈に変貌したという伝説がある。1860年頃にジョン・マクドネル・スチュアートの弟子の探検家たちがこの 山脈を発見し、ジョンがこれをマクドネルと名付けたのが地名の由来とされる。その20年後には、ゴールドラッシュが東マクドネル山脈を中心に起こり、地域の開拓が進んでいき、道路の整備や農地の開発が進んだ。当時の市街は、現在のアリススプリングスにあたる。アリススプリングス歴史も参照マクドネル山脈の路頭ーーザンテリトリーの南西部から、 南東部に伸びるマクドネル山脈は、ジェームズ山脈と平行に近い関係にあり、シンプソン砂漠、タナミ砂漠、ギブソン砂漠、グレートサンディ砂漠などの乾燥地帯に囲まれ、オーストラリア大陸のほぼ真ん中に位置しながらも、砂漠気候より、ステップ気候の傾向が強いとされる。一年を通しての平均降水量は3 2 0ト、mm、ルほどと、オーストラリアの内陸部の一般的な気候より少し、 湿っている。現在、乾燥帯の傾向が非常に強い。中央オーストラリアは、古代は、熱帯雨林地帯であり、河川が多く存在したため、現在では、数多くの険しい渓谷や、浸食の跡がある。しかし、現存する河川や故障は少なくはない。フィンク川、ヘア川、ルイス湖などの水域は、今も残っている。地学上では、マクドネル山脈は、 世界で最も古い土地の一つとされ、大昔は現在よりも標高が高く、鋭い形がなされていたとされ、長い年月をかけて風化、侵食の作用で標高が低く、丸い形になったと考えられている。山脈の東西の境界の近くには、ノーザンテリトリーで2番目に人口が多い都市、アリススプリングスが位置しており、ザガニア、 国道87号が山脈を横切っている。アリススプリングスの都市開発が行われた際には山脈に途切れている部分があったため、鉄道や道路を比較的容易に設置することができた。また、観光目的を主とした東マクドネルループロードなどの小規模な道もあるが、それらは舗装されておらず、交通には用いられない、あるいはそのような状態に近い道路がほとんどである。 最高地点は、ジール山山頂の1531メートルであり、山麓の標高は500メートルから600メートルである。アリススプリングスの標高は550メートル前後である。ジール山ソンダー山、ジャイルズ山標高1000メートル以上の山岳のみを、記載西マクドネル山脈、編集東マクドネル山脈、編集、ハット AB1、510という説もあり、 マクドネル山脈は一直線にはなっておらず、途切れたり、分岐したりしている厳密に言うと、ノーザンテリトリーは、州ではなく順州であるため、準州都と,となる。許可証を購入すると立ち入ることができるどの機構で、あるかは曖昧な部分があるため、砂漠機構であると言われる場合もあるが、正式には、ステップ機構であるとされるこれらの水流の中には、過去に干上がったものもあるオーストラリア大陸自体も、 最も古い大陸の一つとされている標高、三学名、Google Earth 出展。ありがとうございます。